はい、実況させていただいてますシロックマンです。よろしくお願いします。今日はね、ファイナルファンタジー5、こちらをね、やっていきたいと思います。いいですね、この曲、神曲ですね。ね、はい、あれ、スタートは、あ、できたできた。これこのデータなんですけど、爆竹っていうね、これ僕のね、大阪の同級生のね、親友がね、プレイしたデータですね。はい。僕がね、昔ね、大阪に住んでる時ね、貸してあげたんですよ。それで、すごいね、かなりね、ハマったようで、一応最強データまでね、持っていってますね、これね。まだ未だにこのデータ残ってましてね。はい。警察に置いてありますけども。じゃあこのデータをちょっとね、その友達のデータ、やらさせていただこうかなと思いますんで。この爆竹っていうのはね、これね。僕は爆竹のファンでしてね。はい。で、その友達もね、まあ多少ね、影響されてましてね。それでちょっと爆竹って多分つけたんだと思うんですけどね。はい。じゃあこれね、ちょっとやっていきます。音楽ちょっと、神曲多いので、ちょっと大きくしますね。はい。モノマネシア、すげえな。これ、まあ、最後ですね、これ。でかすぎるわ。オメガと神竜いいわ。もう普通にラスボスと戦おう。やっぱ僕の、知識のない僕の、あれじゃダメだわ。無理ですわ。そんなね、知識のない人間がね、今からラスボスを倒しに行こうとしてるんですよ。無謀ですよね、本当に。行くぞ、レクスです。さあ、倒せるかどうか。軸、見てよ。結構与えるね。召喚バハムート、もう与える。あとはモノマネさせればいいよ。これでやったらね、割といい線いくんじゃないかなって気がするけど、この繰り返しでいけばね。おぉ、やられたよ、これ。石にされてんな、あれ。石にされてるっぽいな。ああ、そうか。生き返るけど、石のままか。か、アイテム、金の針あった。アイテム、金の針。あ、またされた。厄介やな、おや、これ。とりあえずモノマネしとけ、みんな。あー、金の針やってどうすんねん、おい。あ、そうか。それまでモノマネすんねんや。そんなんまでモノマネすんの？バカやな、ある意味な。そうか。そんなもんまでモノマネしてまうんや。
しょうがないな。で、後ろ魔法、ヒアルが。で、あとこれモノマネさせたら全員解雇するんちゃうの？やばい、死ぬんちゃうの？うわ、死んでもうた、おい。これはなかなか強いな。追いつかないやん、これ。白魔法、ケアルが。で、あとモノマネ。あ、そうか。そうか、そういうことか。エーテル、じゃあエレクサー使ったらもう、もったいないけど。召喚、バファムート。あ、そうか。よ、そういう、そんなもんまでモノマネしてしまうのやな。さあ、1と3の知識だけで FF5 をクリアできるか、クリアっつうかラスボスを倒せるか。あ、やられてもうた。なんかヒットポイント低いな。ヒットポイントが低いわ。白魔法をやるが、召喚、バハムート。一段階でもめっちゃ強いやんか。なかなか死なないっていうか倒せないやん。まだ死なないか。これね、第二段階のね、ネオエクスデスの曲がね、神曲ですよね、めっちゃ。めちゃくちゃ神曲ですよね。もう集中攻撃ですよ。モノマネでいいや。この繰り返しでいいや、あとは。なかなか、あれやな、死なないもんやな、こいつ。そうか、第一段階でこの強さか。第二段階めっちゃ強いもんな。あ、第一段階倒した。僕はエクスレフ。飲み、込み出した。ラーゼータ。無の力を手に入れたのに。元は一体、ここ。来た来た、神曲来た。私はネオエクスデス、すべての記憶、すべての存在、すべての次元を消し、そして私も消えよう。
永遠に。来ましたね、神曲。うわ、来ましたね、これ。神曲中の神曲。これも全体攻撃やからね、これで戦うのが一番楽な気がするけどな。あれ聞いてないの？数字が出てこないね、そのダメージの数字が出なかったね、さっきね。あ、聞いてるやん、ちゃんと。まあ、やろうか。集中攻撃やな。 FF6 のあのアルテマンみたいな連続攻撃ね。さあどんどん行け、どん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 攻めろ。これが一番シンプルな戦い方でいいと思うんですけどね。お、あ、今ダメージの場所が変わったってことは、ここ潰れたってことやね、多分ね。うん、倒したって、あそこの部分は倒したってことやね。うわー、これはないわ。ちょっとそれはダメでしょ、反則っしょ、それは。うわ、それは反則でしょ。うわー、生き返らせても死ぬか、おい。やばくない、これ。やばくない。うわ、なんかカウントしてるやん、おい。とにかく一回やらせてくれ。ああ、もう、ああ死んだかな。ああ死んだ。あー終わった。難しいな、これ。意外と。あかん、もう一回やってみよう。これヒットポイント少なすぎないか。3000か4000ぐらいないと厳しいよな、これ。これでクリアしたのかな、その友達は。クリアしたって言ってたけどね。でもやり方は違うってことか。これじゃないってことか。このやり方じゃダメってことかな。防御力上げるか。なんかそんな感じもするな。ちょっと待って、時効だよな。でもその、何やったっけな、その、防御力上げる魔法を忘れたわ、何か。この戦い方がね、でも一番シンプルでね、まあ、しかも最強の攻撃やからいいと思うんですけどね。これ以上最強の攻撃ないでしょ、多分。
バファムート最強ですもんね。まあ3の常識の話ですけど、3では最強だったんですよね。5では最強じゃないのかな、どうなんやろうな。いやもう僕の頭の中はね、3までの知識がしかないんで、その知識が通用するかどうかですよね。どこまで通用するかですよね。一番シンプルでね、簡単な方法だと思うんですよ、この戦い方がね。これ全員回復する魔法ないのかな。みんなちゃうわ。あのベホマズンみたいなのないんかな。一人ずつケアルガスしてると間に合わないんですよね、回復がね。全員ダメージ受けた場合はね。あ、やられた。もうフェニックスの方が早いわ、もう。あ、しもた。間違えた。ちゃうちゃう。今のモノマネしたらあかんやん。で、回復。これ全員回復するのってないよね。ないっぽいよね。青魔法回復ないもんな。ないな。こいつはもう、いやもうメテオでいいわ。これメテオの方がええのかな、何回もダメージ受けるから。あれより。メテオにしようか。メテオにしよう。なんかあの、メガフレアよりこっちの方があの、ダメージが、こう、圧倒的に多い気がするね、なんか。ほら、ダメージ量多いよね、こっちの方がね。こっちにしようか。メガフレアじゃなくて、こっちにしよう。ダメージ数値大きいね、こっちの方がね。ちょっと待って、回復させなあかんな。いや、もうエーテル、じゃあエリクサー使おうもん。これ、モノマネされてたらあかんからな。余計なわけわからんのモノマネしたらあかんからな。あ、バーサコ使ってみようか。これ、あ、これ、あ、そうか、自分はあれ上げるやつやったな。どうしようかな、魔法剣。あ、これ自分になるね。召喚。バファムート。2880、あ、でも倒したな、1回目。今のうちに、あ、でもいいのか。1段階は倒したけど。なんか1段階目早く倒した気がするな、これ。メテオの方がいいのかな。さあ、ニオイグスです。これメテオで一回やってみてもいいな。こっちの方がダメージ量大きい気がするから。
顎攻撃を食らうな。後ろ魔法、まあ、召喚、やっぱモノマネでいいや。ああ、またやってきた。うわ、自身された、また。ちょっと待って、アイテム、金の針、金の針で、アイテム、いや、エリクサーでいい。あー、間違えた。そうか、それをモノマネしまうもんな。これあるやな、ここは欠点やね、これね。あー、またやってきた。これ無理やわ、これ無理っすね、これ。あれやられたら終わりやんか。みんなどうやって倒せんのやろ、あれ。どうせんのやろ。もう一回やってみよう。これでダメだったらちょっと今回諦めますね。なんか倒せるはずなんですよ。友達はね、このデータで倒したって言ってましたから。奇跡的に倒したんかどうかわかんないですよ。一応クリアしたって言ってたから、多分ね、倒せるはずなんですよ。なんかいい方法があればね、倒せるはずなんですよね。このデータで、もうこの1ポイント弱い気がしますけど、これでも倒してますから、なんか倒せる方法があると思うんですよね。うん。この方法じゃないのかもしれないですね。僕がやってる方法とは。FF3 の知識ですからね。僕は、うん。足りてないのかもしれないね。その知識じゃ。ちょっと待って、リバイアさんやってみるか。これはどれぐらい効くんやろ。ああ、そんな変わらんか。あ、でも、あれやな。召喚。フェニックスってやってみようか。どんなんやろ、フェニックスって。あ、そんな強くないな。青魔法。青魔法はいいや。軸。メテオ。メテオで、あと、バーってやってみよう。こっちの方がいいかもしんない。メテオの方が。こっちの方がダメージ大きい気がするから。さっきこのメテオでやってたら早く倒せたもんね、この第一段階ね。大きいもんね、ダメージね。どう見てもメガフレアより、バハムートよりはダメージ大きいもんね、こっちの方がね。あ、ホーリーやってきた。あー、死んだ。フェニックスの、はい、アイテム、フェニックスだ。で、召喚、何か召喚でもいいか。本当はあのメテオの方がいいんですけど。これであと連続でやってみましょう。あ、これで1段階倒したね。1段階はなんとかなるんですけどね。第2段階のね、強いんですよね。
これね、第二段階、僕ね、実はね、7、8年前ぐらいに、このデータを使って、何回もエクスデスに挑んでるんですけど、ネアエクスデスね。10回ぐらいやられてんですよね。本当に、勝てないんですよ。どうすれば勝てるんですかね、これ。ねえ、攻略法見てもよくわかんなかったしな。いや、攻略も見てるんですよ。攻略サイトとかね、攻略見てるんですけど、書いてることがよくわかんないんですよね。知識はないから。だからもう我流で やるしかないなと思ってね。やっぱね、FF1 からね、1,2,3 の知識じゃダメなのかもしれないですね。5はね。いや、FF1,2,3 の知識でね、奇跡を起こそうとしてるわけですよ、僕はね、僕なりにね。あ、でもこれあれか。強いかもしれないけども、部分部分に与えるダメージは弱いか。どうやろうな。メガフレアの方が強いのかな。どうなんやろうな。弱いのかな。メガフレアの方が強いのかな。そんな気も。ああ、待って、やってきた。これ石になるやつやね、これ。うわー、待って。ああ、なんかいい。あ、でも同じところに食らうようになってきたね。一回石になってんの無視してちょっと攻撃し続けてみようか。これあいつ無視して、ファリスは攻撃し続けた方がいいのかもしれない。攻撃はね、最大の防御って言いますからね。これ続けてやってみよう。そうすればうまくいけば倒せるかもしれないし、攻撃続ければね。あー、やってきた。うわー、やばいやばい。アイテム、金の針。あー、やばい、あいつ死んだ。やっぱりな。うわー、やばい、ちょっと待って。あー、混乱しよった。あ、死んだ。きついな。もう一回、もう一回、もう一回やるぞ。これあれやな、一番上なんかないのかな。これ防御力上げる魔法つうか何やったかな。防御力上げる魔法とか、なんか大事そうな気がするけどな。それか、相手の防御力下げるとか、スクルトとルカナンみたいなね。あると思うんですけどね。さっきの第二段階のやつでね、なんか全員が大ダメージ受けるね、あれさえなければ倒せると思うんですよね、これ。あれをしてこないってことはないのかな。絶対してくるんかな、あれは。あれを乗り越えれば倒せる気がするんですよね。あれを乗り越えてね、なんとか耐えてさ、で、全員回復させて、またこのメテオかビガフラーの攻撃に回せばね、いける気もするんですけど。ああ、死んだ。
ちょっともう。近いのかな、メテオとミガフレはな。どっちがいいのかね。ああ、石になった、これまた。めんどくさいな。あれ間違えて、自分が回復してもたんか、今のは。あれ？なんで、ちょっと何やってんねん。こいつに回復せえっとね。で、召喚、バハムート。白魔法の方がいいのかな、キアルが。なんで自分が介護すんの、バカかこいつ。エリクサー召喚、なんで自分介護すんねん、アホかこいつ。なんで人を介護させないの、意味ないやん、それじゃあ。あ、やばい。ちょっともう。あ、そうか、死んでるからや。そやそや。これ何やってんねん。俺の方がアホやった、今の。死んでるから回復できなかったんや。うわ。これ、キーないな。あ、間違えた。もう、変なことモノマネせんで、つうに。あ、また出てきた。もう、キーないな、これ。ああ、そうか。死んでるか意味ないやん。だからこれ、フェニックスのを使う。何や。ああ、また。ああ、もう何やってんねん。変なことを、この真似せんで、エッチョンに。自分を手上げしてどうなんすんねん。逆にされた、返された。うわー、
第一段階でおい、やられたらあかんで、これ。あ、終わった。うわぁ、マジか。ちょっともう一回、もう一回、もう一回。何回かやればクリアできるはずや。これで5回目の挑戦になりますね。これもしかして FF で相当強いラスボスちゃうのこれ。まあでもそう思うのはあれか、このパーティーが弱いからか。もう一年食らってるし、おい、このパーティーが弱いから強く感じるだけか。これでもなぁ、あれ、あ、そうか、これあれなんやな、よう考えたら石にされたら生き返らせもしないかんってことか。んで回復もしないかんから三条へのことやらないかんけや。だから大変なんやな、これ。3回の仕事がいるわけやね、維新された場合は。ちょっと待って、白魔法じゃないな、魔法剣ってこれ何なんやろな。ちょっとやってみてもいいか、一回瞬間ロハンと。この倒し方じゃダメなのかな。うわ、食らう食らう。それもじゃ、とりあえず攻めるのみでいきましょう。まずは、まず第一段階倒さんとな話にならんからな。これ多分ね、バハムートとね、メテオが一番強いんじゃないんかな、攻撃としてはね。それ以上強い攻撃あるんかな。あ、ホーリーやってきた。うわ、死んだ。臭いな。いや、もうバハムードでいい。またやってきた、おい。ああ、もう2回やってどうすんねん。ああ、またやってきた。ああ、まあでも何をしてんねん、おい。違うって。これ、モノマネバカやな。アホちゃうか、こいつら。間違えてモノマネコマンドやってさ。同じことやるっつってやりすぎやろっていうね。臨機応変っていうのを知らんのかって言いたくなりますよ。あー、やばい、死ぬ。うわ、死んだやん、おい。
これあれやな、キビがないっつうかね、こうやってやってたらさ、キビないんすよ。この繰り返しでね。で、また一新されたりしてね。やるわけですよ。回復の方になんかね、ターンを使ってし、ターンっていうか、ほら、またこうやってやられるでしょ。キビないんすよ、こんなことされるとね。直しても直してもやられるじゃないですか。なんかいい方法ないかな、これ。いや、もう金の針もフェニックスのもういくらでもあるから何回もやってもできるんですけど、意味ないんですよね、これじゃあね。キリがないんですよ。この繰り返しでそのうちに全滅させられるんですよね、これ。そういうパターンですよね。なんかいい方法ないかな、これ。やっと立ち直りましたよ。ああ、返された。また返された、おい。うわ、二人死んだ。ちょっと待てよー。ああ、またやられた。うわあ、そう、もう一回、もう一回、もう一回、もう、もう一回。これ、あれかな、メテオやったらあかんってこと？メテオやったら返してくるってこと？それも違うよね。メテオ使えるから向こうは使ってくるわけやからね。こっちがメテオやったからメテオしてくるわけじゃないよね。向こうもモノマネしてくるってことこれ。そんなわけないよな。たまたまや、向こうもメテオしてくるだけやんね。向こうもモノマネしてくるってことかな。どういうことやろな。最初の方はもっと、あれやったよね。勝ててたよね、第一段階に。その時はメテオあんましてこなかったけどな。もう一回メガフレア作戦に戻そう。うん。メテオはね、あんまり、まあ、一人目はメテオしか使えないからメテオにしとるけど、それ以外の攻撃がないから。最強の攻撃はそれ以外ないからね。こいつは何もないやん。モノマネでもう一回メテオやっとけ。で、これ召喚ね。召喚、じゃあ今度召喚攻めでやってみよう。メテオ攻めやったら負けるようになってきてるから、召喚攻めでいこう。召喚攻め、召喚攻め。向こうは召喚も真似できないからね。召喚真似、攻めでいこう。メテオやったら向こうもメテオしてくるから、モノマネしてくるからね。それがいかんのかもしれんから。攻め方の方がいいのかもしれんな。結局は普通の攻め方の方が調子良かったもんね。メテオで攻めてからの方が調子悪くなっていったから、多分そうやわ。向こうもモノマネ師でモノマネしてくるんやろうね、メテオやってたら。だからやらん方がいいってことやわ。そう思うことにしよう。メガフレアの方がなんか、あれね、あれやったらね、スムーズな感じがするよね。向こうはメガフレアできないからね。ほら、してこないもんね、メテオも向こうね。メガフレアやると。ほら、やってこないもんね。石の攻撃もしてこないやん。こっちの方が。さあ、6回目ですよ、6回目。6回目ですよ。
もうそろそろ倒せんじゃないかな。ああ、やってくるやん。やってくるやんか。やっぱりモノマネじゃなかったんや。関係ないんや。ちょっと。これ回復追いつかないな、これな。こんなんじゃな。全員が回復する方法ないんかな、一気に。こんなんじゃ追いつかないやん。あ、ちょっと待って、それは関係ない。これね、スラマホちゃうって。こいつ何もできないな。回復しか持ってないやん。攻撃がないやん、こいつ。どうすんの、こいつの場合。魔法剣ってようわからんからね、これ。ああ、やばいやばい。これ悩んでるうちにやられるんよな、これな、いろいろ。魔法剣ってさ、何にもできないやん。自分に攻撃するような感じになるやん、これ。わけわからん。魔法剣でようわからんねん。使えないやん。こんな魔法剣なんて、ほら。こうやってね、こうやって選んだら、ほら、自分になるから、ようわからんねん、これ。どういうことなの？召喚。ああ、そうか。ファリス怒らせなきゃやんか。ああ、またやってきた。ああ、お二人死んだな、これ。ああ、もう。これ、なんか、余計調子悪くなってんな、これな。一人目倒せなくなってるやん。一人目っていうか、一段階目も倒せなくなってきてるやん。これで回復も追いつかない。ああ、やばい、またメテオやってきた。どないなってんの？ほんとに。さっき回復しようか。いや。あ、違う違う。そうじゃないやん。あ、いいんか。あー、もう。ちょっと。ちょっと、どういうことや、おい。ユキさん7個しかないな。これなんでエリクサーを使うかっていうとね、あ、やられた。なんでこれ1段階も倒せなくなってるやん。どういうことやね。連段階もいかないぞ。ちょっとどういうこと。さあ、こう、もう一回もう一回7回目。これが無理だったらちょっと今日はとりあえず諦めよう。また、後日ってことにしよう。最後のチャンス。さすがにね、7回はちょっとね、7回目ですから、もう。これ弱いんかな？このデータ。友達はたまたま倒したってことかな？なんか、そんな気もしてきたぞ。これじゃ弱いよね。どう見ても。ヒットポイントが少なすぎるよね。3000か4000ないときついかも、きつい気がするけど、俺は。うん、あ、
あれあれ、うん、あ、あったあった。あ、間違えた。生き返ったの、生き返ったの。まあ、順番はちょっと取ってもいいのか。で、回復もしないから、3回やんなあかんねんね、これね。めんどくさいな、これな。これで初めて立ち直ったって感じやろ。さあ、いけいけ。せめてね、第一段階は倒してほしいわ。これ実際ね、過去のね、過去に挑んだ回数も含めたらね、20回ぐらいやってますよ。それでもね、勝てないわけですから、このデータ。友達は倒したって言ってましたからね、このデータで。奇跡的に倒したってことかな。どうなんやろな。こうやってね、僕はね、何回も何回もやってるみたいにね、こうやって何回も戦って奇跡的に倒せたみたいなね、なんかそういうことかもしれんね。このヒットポイントじゃどう考えても厳しいもんね。もっとレベル上げた方がいいよね。ああ、もう死んで、これ一発で死ぬからね。2000か3000ないとダメですよね、これヒットポイントが。こんなんじゃなー、ちょっと弱いよね。一回一回これ間に合わないもん、回復とかもね。そう。まあ、2、3発食らったら終わりって感じやもんね。ダメージとか、一発か2発食らったらもうね、瀕死になるような感じやから。この状態じゃね、厳しいよな、どう考えても。防御力上げる方法も考えないかんな。あ、間違えた。今余計なことで問題してもたいな、これ。一回これメテを攻めてみよう。これでダメだったらちょっとね、また次回にします。はい。あー、またやってきよった、これ、もう。アレクサちゃうって、おい。フェニックスのやつに。感じしよう。この第一段階もね、めっちゃ強いよな。時空でもう一回メテオ行こう。はいはい。ああ、またやってきよった。やっぱメテオやってくると、メテオやってくる可能性高い気がするな。なんかそんな気しない。メテオや、こっちがやったら向こうもやってくるんですよ。モノマネしてくるんですよね。その可能性が高い気がするけど、俺は。
ぱりメガフライヤーで攻める方がいいのかな。ほらやってくるもんね。うわちょっとこれ、うわまたやってきた。うわ終わったんじゃんこれ。終わったやんおい。ダメだこりゃ。無理ですわ、こんなの。強すぎますよ、こんなの、ほんと。誰か教えてください、倒し方を、もう、ほんとに。で、これで終わりますね。はい。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、YouTube の、チャンネル登録をお願いします。